4位遠戦は、デンマーク出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。デンマーク代表が1992年の u e f a u 9 2で初優勝した、当時の中心選手の一人。1987年に代表デビューを飾ると1995年に代表から支持族まで国際 A マッチ69試合出場4得点を記録した。 イエンセンの存在が注目を集めたのは、ユーロ92における活躍である。決勝のドイツ戦では、前半18分にキムビルホルトのヒールキックから、強烈なミドルシュートを決め、2から0の勝利に貢献した。クラブレベルでは1988年にブレンビー、イフで選手キャリアをスタートさせると、1980年代、 後半の同クラブのタイトル獲得の支援となるとともに1987年にはデンマーク年間最優秀選手賞を受賞した。1988年にドイツのハンブルガー SV へ移籍した後、ブレンビー・イーフへ復帰し、1991年の UEFA カップ準決勝進出に貢献した。デンマーク代表での活躍の後、1992年夏に、 イングランドのアーセナル FCA 移籍。アーセナルでは、守備的 MF として、リーグ百1 3 2試合に出場し、1992から93シーズンの FA カップ、フットボールリーグカップの2冠。UEFA カップウィナーズカップでは1993から94シーズンに優勝、1994から95シーズンに準優勝を経験した。しかし、 守備的なポジションで献身的な活躍を見せながらも、アーセナルのファンにとっては、ユーロ92で見せた豪快なシュートのイメージが強烈に記憶に残り、彼がペナルティエリアから遠く離れた場所でボールをキープする場面でも、首都と嘆願する場面も見られた。1999年に、デンマークの小クラブ、ヘルフォルゲ BK に選手権任監督すると、 初年度の1999から2000、デンマークスーペルリーが優勝に導いた。しかし、ヘルフォルゲでの成功も短期間で終わり、2000から01には11位となりクラブは降格した。2002年に、現役引退後は、ミカエル・ラウドルップのアシスタントとして、フルスのブレンビー・イーフのコーチに就任。2007年に、ラウドルップが2007年に、 スペインのヘタフェ CF の監督に就任すると、イエンセンもアシスタントとして同行した。2009年1月、デンマーク一部のクラブ、ラナース FC に監督として就任した。ありがとうございます。